皆さんこんにちは。イモケン TV R40 特別編キャンピングカーからお届けいたしたいと思います。久しぶりの登場でございます。増田敏郎さんでございます。どうもよろしくお願いします。今回ツアーを回ってきても帰りですね、6カ所ね回ってきました。どこからでしたっけ？ちゃんと覚えておいてくださいよ。姫路の兵庫県の家島という、はい、非常にのんびりできる島、はい、それがスタートです。はい、そしてその翌日に、三重県の松阪に飛びました。はい、はい、牛がもういっぱい、待ってくれている松阪です。怒られますよそんなことを言うたら。松阪牛しかいないみたいな。あ、鶏もいる。美味しいもんだらけです。で松阪行きましたね。行きましたね。でキャンピングカー、ホテル泊まりましたけど、最初2日間ね、ホテルと旅館と清水泊まって、次の日 初オートキャンプいかがだったですか？もうこれも非常に、ラグジュアリーですね。はいはい、英語で言うと。なんかね、運転というか乗り心地も非常にいいし、ディーゼルだけど静か、伊藤運送株式会社様のご提供による、はい、このキャンピングカー、ほぼ半分以上僕が乗ってるという、もうずっと乗ってるもんね。ここに住んでると言っても過言ではないぐらいの永井健二さんなんですけど、はい、ね、まあね、それで寝心地もいいんですよ。運転席の上に広めのベッドがあって、ね、そこに永井健さん寝てくれて、で僕は、車の後部にある2段ベッドの方にですね、押し込められた感じになってますけど。それもね、なんかあの、ね、子供の頃の秘密基地みたいな。それ嫌いじゃないですか？嫌いですよ。恐怖症とかそういうのはない。ないです。もうなんかそれも、でちっちゃい小窓がついてる、はいはい、そこをこうやって閉めたり開けたりしながら、夜を楽しむことができてる。すごい、もう終わってしまうのかと思うとちょっと寂しいですね。広島の庄原、広島の人に言われた庄原と言える。ここは違う。いやだからあのオートキャンプ、あ、オートキャンプ場ね。氷が降りましたね、唯一このツアーで。あ、そう。雨はそれだけなんです。雨はそれだけ。雨よ。氷が降りました。びっくりした。お風呂入ってる時それも急にわずずずばーっって言ってね、結構大きな粒でしたよ。ねえ、それを拾って見せてくれたもんね、まずは。まっすぐ、えらくなってるひょう、ひょうが言うて。でもすぐやめましたね、やっぱりひょうなんで。あ、そうなの。ひょうだけに。ひょうだけにすぐやむの？ひょうがあれが8時間ぐらい降ったらえらいことでしょう。ひょうに。ね、確かにね。そうでしょ、うん、で、まあ、初オートキャンプ。でもその氷が降っている時でさえ、はいはい、この車にはですねサイドオーニング、まあ、引き出す、テントみたいなのがね、こう日差しみたいなね、はいはい、足もついてるわけですよね、それがあるから、もう下に置いていた椅子とかキャンプ用品は全く被害なしです。もうちょっとまっすぐこっち来てくれてるんです。いえ、もうちょっと近づいてくださいよ。俺こっち、このスケベのスケベ。いやでも本当にね楽しかった。あのね、楽しかったね。まっすぐがこんなにキャンプの達人とは思わなかった。本当にずーっと初日は火ばっかり起こしてましたね、そう、ずーっと吹いてましたもん。そうなんです。炭、そうなんです。そうそう、火起こし名人ですよね。じゃないんですよ、それはね。いろんな事情があるんですよ。事情が、キャンプ行く時は杉山清隆さんがね、はいはい、多いんですよ一緒に、はいはい、彼はね、ええ、火起こしめちゃくちゃうまい。あ、うまい。うん。もうさっと火を起こして炭もですね、はい、いい感じに凍るわけです。はいはい。僕はそれがなかなかできないので、うん、今回は杉山清隆さんいないので、自由に。俺頑張ろうと。そうか、それいるとちょっと違うとマスン。それも付け方があかんって言って二人でこうちょっといざこざがあるわけです、ね。いざこざはないです。いざこざはない。さっさともう火をつけてくれるので。あ、逆に杉山さん。出る幕がない。で今回はもう。独壇場。そうです。出る幕だらけ。イエス。ずっとそれしかやってませんでしたもんね。そうそう。あの、炭に火を移すっていうか。そうそうそう。薪から。そう。それが難しいなぁと思って。
だけどそれが見てるとすごい楽しいんですよね、あの火を見てると、ね、楽しかった。あの時は何食べたの？なんだかんだ鍋じゃない、鍋じゃないでしょ。あ、鍋違う、鍋は2回目ですもん。なんか焼いたりしましたね、うん、ああそうや、肉焼いたりしましたよ、ちょっとしたっけ、ちょっと何食べたかも覚えてないけど、覚えてないです。美味しいお酒やったっていうのは覚えてます。二次会を外でねちょっとやって、夜でこっちで二次会はここでやって、そうそう、はいはい、冷えたんですよあの時はね、寒かった、うん、まあ雨上がりだし、うん、だから冷えたので、外は早々に切り上げて、うん、そうそう車内で、そうそうこちらで、うん、それでまあ泊まって小原から広島に入りまして、広島、広島ジャイブ、はい、広島ジャイブというのはですね、うんうん、元レイニーウッド、はい、柳ジョージとレイニーウッドのバンマスの、はいはい、お誰だっけ、上綱さんです。上綱勝彦親分の、そう本拠地ですから、ね、はい、そうですよ、ね、はい、上綱勝彦さんと共にですね、はいはい、飲みました。2日間ライブやって、次の日もちょうどね、はいはい、ケンジがゴルコンペでね、そうなんです、僕兵庫県戻って、その日の夜になんと僕はもう広島駅に着いてホテルに戻ったら、その時間が待ち合わせ時間で、そうそうそう、ホテルの前に、はいはい、僕らが出た時にもうケンジはタクシーで帰って、そう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 いうそのままの流れで、そう、そこでもうすぐ拉致してですね、フラフラなりながら飲んだ記憶が、そりゃそうですよ普通ならもう寝るでしょう、あれでね。ねえ、広島も楽しかった。その後飲んで、バーみたいなところにも行きまして。そうそう、やはり上綱親分がいることによって、広島は楽しく過ごせるという。もう無事に過ごせるわけです。そうです。あの、上綱親分がいないと。いないと。だから若いもんが今度、おい、出てくるかも。ないですよ。まあ、ないですけど。はい、まあ、それぐらい、あの、上綱君は ね、あの、広島の音楽界では、そうそうそう、ね、重鎮ですから。はいはい。楽しい夜でした。楽しい夜、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、そこからですね、山口県山陽小野田市、ああ、そう、そんな名前だったね。そうですよ、山陽小野田市、龍、ああ、キャンプ場、キャンプ場、龍、うん、なんとかさん、龍王山、うん、オートキャンプ場、はい、広いとこでね、海が見えて、もうロケーション抜群。今日はあの、多分あの、あそこで撮ったぬぼっと出てる、うわ、ちょっとマス右ずらしてください、撮影してていいから、こっち来てください、こっち来てください、入れるからマス、五個とマス最悪や出た、うわ、これ完璧に出ましたね。うわ、めちゃめちゃ綺麗。そこになんと、僕たちだけ。僕らだけ。貸し切り、貸し切り。騒ごうが騒ごうが、全然大丈夫でしたね。で、長井健さんは騒いでなくてもうるさい人ですから、もう僕はね、ちょっとトイレとか離れてたんですけど、トイレの個室に座って、座っててもガガガガ言ってるの聞こえてるわけですよ。声が聞こえましたね。聞こえました。もうやっぱりは、だからひそひそ話はできない人ですね。できないですね。